ただいまよりトリプル A フィスアニバーサリープレミアムアワードを開催いたします。本日総合司会を務めさせていただきます山田久志と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さあ皆さん、今日はシングル会いたい理由を購入した方の限定のプレミアムライブとなっております。トリプル A がリリースしたシングルは8月にリリースした負けない心までの全25曲です。今日はその全25曲のシングルをリリースした順に気持ちがいいですね。いいリアクションですね。はい、いきますよ。リリースした順にお届けしたいと思います。しかも今日だけのスペシャルアレンジでお届けします。いいですね。さあ皆さん、ですので本日は普段のライブとは趣向を変えましてテレビ番組さながらのプログラムでお送りいたします。皆さん最後までたっぷりお楽しみください。いきましょう。トリプル A フィフスアニバーサリープレミアムアワードの始まりです。立ち上がる調子見せて、行くぞ。
まず初めにお聴きいただいたのは AAA の記念すべきデビューシングルです。ブラッド・オン・ファイヤー。彼らはこの曲でオリコントップ10入りを果たし、2005年のレコード大賞最優秀新人賞も受賞しました。皆様のおかげです。ありがとうございます。さあ、それではご紹介いたしましょう。大きな拍手でお迎えください。トリプル A の皆さんです。どうも、どうも、どうも、こんばんは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 。ついにこの日がやってきてしまいました。来ちゃいました。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。キラキラしてますね。前3、後ろ4でお願いします。はい、お願いします。そうなっております。そうなっております。では改めて、はい、一人ずつ自己紹介、まあ、そして、嫌いな芸能人の名前を言っていいですか。言えないですか。なんでしょう。バーから人の好感度下げるそうですか。いないですよ。そうですね、はい、好きな食べ物ぐらい。好きな食べ物、はいはいはい、いいですね、はい、お願いいたします。どうぞ。好きな食べ物はレバ刺し、トリプル裏田山です。つまみですね。つまみですね。つまみですね。そして好きな食べ物はブロッコリー、宇野美沙子です。宇野美沙子さんです。続いて、はい、好きな食べ物はトマトです。あたい新庄です。あたい、ベジタリアン、ベジタリアン。好きな食べ物は縁側です。西村高です。よろしくお願いします。好きな食べ物は、卵かけご飯です。須吉です。よろしくお願いします。はい、そして好きな食べ物、味噌煮込みうどんです。伊藤千秋です。よろしくお願いします。以上のメンバーでお願いします。はい、ちょ、はい、山田さん、何誰誰誰、山田さん、メンバー全員と会って数日で、はい、なんとなく全員のキャラをつかむの早すぎます。いいですね。ここまでが硬すぎる。それはびっくりして、みんなもどうリアクションしてるか困っちゃったんだ。そ, そうですよね。うん、じゃあ改めて、はい、じゃあお名前と好きな DJ を言ってください。好きな DJ なんだ。はい、日高光弘、好きな DJ は山田久志さんです。よろしくお願いします。いいね、いいねって驚いたと。確実に赤坂安彦って来るかと。違うのね。いやいや、実はですね、なぜ私なのかと、はい、いうところから、はい、俺今皆さんもアリーナの人がみんなキョトンとしてますから。ね、そこから説明していただきたいわけですよ。そうです、そうなんです、あのですね、私すごく山ちゃんの大ファンでして、あの中学の時からラジアンリミテッドをもう毎晩聞いていて、あら、やっぱりここの場所はやっぱり山ちゃんしかいないと、いないと思って。本当ですか。一時に、はい、中学の頃からあんな番組を聞いてたんですよ。あれは体に良くない番組で有名ですから。そうですね、ちょっとあの、両親には内緒でラジアンリミテッド、やっぱり内緒なんだ。内緒なんだ。親にも言えない番組聞いてた。すごい番組ですね。そうなんですよ。でも 毎晩の楽しみでした、山ちゃんの。本当ですか。はい、実は昨日もね、深夜の1時から朝の5時まで僕のラジオはやってたんですけど、はい、宇野ちゃんは僕のツイッターにも生放送中つぶやいてくれてまして、はい、朝の1時から5時までやってるのに2時頃にもう寝ますっていうつぶやきがあって、
はい、ここ好きなんですか本当に僕のことやっぱ正直に、まあね、今日のことがあるので山ちゃんの声をこう聞きながら、はい、こういい感じに最後はゆずさんの歌で終わりました、ね、完全に子守歌 DJ です聞いてないじゃないですか。しかも僕初めての方も いらっしゃるんですよ。お、はい、あ、そうですね、はい、初めてです。そうですよね、だから結局なんでこの人が立ってんのかっていうのもよくそれはないですけどありがとうございます、はい、本当に楽しみにしてました。よろしくお願いします。嬉しいですね。あれ他初めての方も。私も初めてですね。あ、そうですよね。そうですよね。初めまして。あ、初めまして。どうも。さん、よそよそしい。始まる前になんかデザートいただいちゃって。あ、そうなんですよ。私のパパからの差し入れをこう。あれ、あ、お父様お母様、ね、なんかそうね、こういう話ここですることじゃない。そうです、そうです。裏でしてください。始まったばっかなんです。ね。今日はもう皆さんにもお伝えしました、はい、25曲順番でお送りするということで、はい、思えばもう2005年ですから、はいね、はい、思い出せます？あっという間でしたか、それとも長かったですか？あ、ね、皆さんもどうですか、思い出せますか？これ思い出せないあなたのために、はい、地球博がありましたいいですか2005年風太くんがいました。あ、そう、立つレッサーパンダです。そうです、それとともにトリプル A も立ってったんです。そうです、ね、そんなに上手くないですから風太くんはそんなに上手くないですから、そのぐらいなんです、はい、ね、で普段やっぱりラジオでね何回かお会いしてる方もいますから、やっぱこういう時とは違いますよね。ラジオだと大体もうヒゲもボーボーあって、いや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 、ちゃんと綺麗にして言ってますよ。してましたっけ、はい、してますよ。ノーパンできたりしますか？いやいや、ちゃんと履いてます。履いてます、一応履いてます。今日はもうキラキラでお送りしますので、はいはい、さあ皆さん今日はねこの順番なんですけど、はい、あのアレンジを変えるなんて話を聞いたんですけど、じゃあこれはですね浦田さんにぜひ聞きたい。はい、そうですね、デビュー曲順にライブをやるっていうのも初めてなんですけど、はい、まあ、さらに皆さんに楽しんでいただくためにいろんなアレンジでいろんなバージョンで今日はお送りしたいなと思ってるんで、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。そうですね、はい、そうなんです、皆さんプレミアムでございます、はい、ね、ということでじゃあ続いてもう早速もう曲に行くということでいいんですか？はい、ね、はい、呼吸とか整えたりですとかもう大丈夫ですか？大丈夫です。一回マッサージに行ったりとかしなくて大丈夫です。ハードになります。え、無理無理無理、ハードになりますよこれ。大丈夫ですよ。しかも皆さん続いてはまばたき禁止です。3曲メドレーになっております、うん、これ行きましょう。それでは準備の方をよろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ皆さんも順番を紐解きながらイメージしていてください。いきましょう、3曲メドレーでのお送りです。どうぞ。
が眠り出す頃、人々が夢に落ちる頃、ちっちゃな公園で僕らじっと息を潜めていた。とっても大きな力で押しつぶされそうな気がして、僕らは精一杯ただ一日を過ごしていた。また冴えないと笑ってる君の目をと、ポカンと空を見上げたら、無口な今夜の月さん、木陰で数が動いた、そのかすかな物音にさ、黙ってしまう、怯えてしまう、僕らは漏れる存在さ。綺麗だね、
デー、5つアニバーサリープレミアムアワードはご覧の提供でお送りします。ご紹介する商品はこちら。はい、本日紹介させていただく商品はこちら、噂の新商品星型ライトです。いいね、ポップでキュートでクールで超セクシー、なおかつゴージャスなデザインはライブでの活躍はもちろんのこと、意外なところでも活躍してくれそうなんです。何でしょう、あれ、こんなところに喧嘩中のカップルがいますね。大変ですよ、こじらせたら大変なことになります。でもそんな時こそこの星型ライト、真ん中でライトをつけるとこの通り、キラキラ。さっきはごめんね。俺の方こそごめんな。見てください、この星型ライトの効果、どんなカップルだって星型ライトの前にかかればお手の物。あれ、こちらにも一筋縄ではいかなさそうなカップルがいますよ。ちょっと星型ライトを使ってみましょう。キラキラ。私が悪かった。いや、俺の方こそごめん。私も。こちらの星型ライト1300円で販売しております。はい、こちらの商品は運に手数料は一切ないでございます。利益も考えておりません。シューターネット、シューターネット、夢のシューターネット、高田。さあさあ、どんどん参りましょう。続いての商品はこちら。はい、今日紹介させていただく商品はこちら、ダダン、毎度おなじみマフラータオルのニューバージョンです。ニューバージョンですね。なぜ長い間マフラータオルが皆様にご愛用されているのか、本日はですね、マフラータオルの正しい使い方をお教えしたいと思います。まずパターン1、汗を拭く。大事ですね、基本です。パターン2、ライブで回して盛り上がる。これさえあればライブが楽しくなること受け合い。パターン3、のれんがない。乗ってる、これも定番ですね。そしてパターン4、今晩のおかずが一品足りないときに。今晩のおかずが一品足りないときに。嫌いな上司をやっつけたいときに、こちらのマフラータオル2000円で販売中です。こちらの商品一切金利手数料はいただいておりません。利益は考えておりません。トリプル A フィフスアニバーサリープレミアムアワード、お楽しみいただけてるでしょうか。なんとなくシューターネットと被ってるようなこうね、違いますけどね、違いますよね。さあ皆さん思い出してみてください。このフライデーパーティー、まあこれセカンドシングルですが、これ実はトリプル A が初めてレコーディングした曲でしたので、もしかしたら、まあ、こちらがデビュー曲になっていたかもしれません。まあそしてサードシングル、綺麗な空、これは日本テレビ系番組テレビおじゃまんぼうのエンディングテーマとしても使用された楽曲です。そして4枚目のドラゴンファイヤー、2005年12月にリリースされ、このシングルまで4ヶ月連続でシングルをリリースしています。さあ続いての楽曲に参りましょう。まずは2006年2月にリリースされ、ドラマのオープニングテーマにもなったトリプル A 5枚目のシングル、そうです、タイトルは何ですか。はい、そして直木賞作家石田衣良さんが作詞を務めたシャララ希望の歌、なんとこちら今日は女子メンバー2人だけのバージョンでお届けしたいと思います。それではハレルヤ、シャララ希望の歌、2曲続けてどうぞ。Hallelujah, go on, so let it be. Make it through, make it through, so show me. Hallelujah, go on, so let it be. Make it through, make it through, so show me.
て登って夜が明ける前にてんてんの景色ひとりじめさ感じるの悟られて日の波に逆らって転がり続けて吐き抜いて Runway to fashion lane 街中をガンガンエッジにして飛び込めばいいチャラいこと山積みで On type right on every day 昨日の自分も聞きがずどI'm not afraid to die.
二人で生きていて嬉しい。いかがでしたでしょうか。まさにフィフスアニバーサリーにふさわしいスペシャルなバージョンでお届けさせていただきました。ハイジバリのブランコでした。さあこの後またもメドレーになります。続いての3曲メドレーですが、男子メンバーだけのパフォーマンスにもご注目です。ん？なんだこれ。抜かれて
た拳虚しく宙を切る世界は狂おしく揺れてるだけ赤裸々な層呼び覚ませ魂突き破れ叫ぶ声は流星になって落ちてゆけ血を流せ命尽きるまで痛みの爪で引き裂かれてもいい出来なしとしぶき出しもないもないもないと道の先の先まで止まらないじゃないぜ Let it all end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 立ち聞いて走り出せ絞り出せ声が枯れるまで行き先なんて分からなくてもいい Alright 5周年だぜラッパハマリーナ調子はどうなんだ失くしたアイリー取り戻すんだ Let it begin 血が闇の暗い手で Let it shine a flame Let it be 死ぬこの日よりも牙を剥いて一発かます希望がマスト大統着想楽勝でカットでマストまでフレーズ不純性の木星の見ませんと言ったら I say no 一世紀に言ってもレッドリーエンドレスリッピー誰かに自分は自分だけ探し続けた自由強く抱きしめ Are you running? 靴を転べ眠らない小町 Let it be, let it be, let it be 君が語った dreaming Are you running? いつだってこの上情熱を見苦して
さあ皆様もそろそろがっつりと体が温まっていることでしょう。温まっていますか？温まってますか？トリプル、いいですね。私の声援のように聞こえてきますよ。気持ちいいですよ。さあ皆さん、この頃はね、ちょうど配信でカバーも出したり、まあ、そして学園祭にも参加したりと、かなりね、本当にこの AAA ファンを愛していますので、距離を近づけるそういった活動、まあ、そして今回もそうです。ステージが近いと思われます。皆さん、今日はせっかくですから、もっと近くに行っていただきましょう。アリーナの裏、見たことありますか？今日はメンバーの楽屋に中継をつなげてみたいと思います。ぜひ見てみてください。さあそれでは呼んでみましょう、現場の宇野レポーターです。はい、山ちゃん、現場の宇野です。頼むよ。さあ早速、私は、前半戦を終えたばかりの AAA の楽屋の前に来ております。お願いします。今ですね、特別に皆さんに楽屋の様子をお伝えしようかななんて思っております。早速ですが、見てください、 AAA の女子部屋でございます。女子部屋ですよ、皆さん期待していてください。早速入りますよ、はい、失礼します。ちょっとちょっと、誰誰誰、衝撃的です。なんと誰、シャワーを浴びたばかりと思われるバスタオル姿の後ろ姿が見えました。もしかしてこれは、来たね、行きましょう。いいのかいいのかい、え、いいの、何何、すいません、誰、何よ、おい、皆さんすいません、これはちょっと世界で一番見てはいけないものを見せてしまいました。失礼なこと言ってんじゃないわよ。何しに来たの？何キャラですか？何キャラなのよ、私も分かんないわ。いつからそんなキャラをかぶるようになったんですか？いつからそんなキャラをかぶせるようになったんですか？人にすね毛が濃いです。いやそこはいい、そこはいい、あそこに伊藤千秋さんがいらっしゃったので、こんな人は置いといて。ちょっとまだ話は終わってないわよ。トト服を着なさい。噛んでる場合があったらちゃんとレポーターやりなさいよ。そっちがいい、そっちが。あら、とちあきさんは、前半戦を終えて、はい、雑誌を読んでリラックスされているということですかね。そうですね、時間たっぷりあるので。全部余裕ですね。そうですね、余裕ですね。これは洋服を見て、はい、自分のテンションを高く。そうですね、やっぱ皆さんのテンションも上げなくちゃいけないので、はい、これを見てさらにテンションを上げていきたいと思います。なるほど、前半戦を終えましたけれども、はい、今のご機嫌は。いやもう超楽しい。いやもう超楽しい。やばい、あやばい、テンション高いです、うん、高い。おお、いや前半戦なんでまだ。あ、はいはいはい、超楽しい。後半戦はどんな感じで。いやもっと超楽しくならなきゃやばいっしょ。楽しいしか言えないんですかね、この女は。いや、超楽しい、あ、ちょっとめんどくさいので置いておきますかね。そうなの、あの、じゃあ後半戦も頑張ってください。あ、そうね、応援してます。ありがとうございます。頼むよ。失礼します。外と服を着なさい。美佐子、話を終わってないわよ。何キャラですか美佐子？何キャラ、そのキャラは面白いんですか？台本に書いてあったんだからしょうがないでしょう。言わない。さあ言うな。問題の、男子部屋ですね。来たね、男子部屋。見たい見たい。入っちゃいますよ、皆さん。失礼します。どれどれどれ、どんなことしてんの。はぁ、お、来た来た来た、いたね、あたえ慎次郎がいたね。今何か入念なチェックを行っております、あたえさん、ちょっといいですか、お話。今何のチェック。今のは自分の、あ、はい、やっぱ髪の毛とか帽子、これかっこいいですね。ありがとうございます。あ、もう今ちょっと気分入られてる感じですね。あ、そうですね、はい、かっこいいですね。ブールだね。さあ、前半戦終わりましたけれども、今のご気分は。まあ、バッチリですよ。おい、何やられますか。もう一回やってもらうんですか。俺の顔像のキャラでした。まあ、はい、そうですね、声がどんどん小さくなってきたので、じゃあ
後半戦も頑張ってください。そうだね、うん、最後にもう一回いいね、いいね、びっくりしましたね。いいよ、いいよ。リーダーが来ました。うちのリーダー、ちょっと待ってください、さすがリーダー、来た来た、リーダー。これね、ライブ中はね、音楽を聴いて自分のテンションをさらに盛り上げてる。なるほど。何を聴いてるんですかね。うん、そうだね。すいません、ナイ君。はい、手入ってますよ、ナイ君。あ、ちょっとこう入り込んでるね。すいません、ちょっと、あ、ちょっと若干です。浦田くん、浦田くん、おい、浦田くん、聞け、おい、聞けや。ちょ、それはやりすぎ。だいぶ入り込んでるみたいで。あ、そう。何聞いてんのかさっぱりわかんないですけど、ちょっとまたこの人もめんどくさいので。あ、そうだね。放置しておきます。次行こう、次行こう。あ、来た。あ、お、ここに。来た。何やら真剣にチーチーの話をしてる。ダンスのポジションのことですかね。あ、これはライブには必要不可欠なステージングについての話し合いですね、きっと。ギリギリまでね。なんでやねんつって突っ込むから、お前がその前にボケる。あ、俺がボケる。あ、こっちだったから今。俺が飲むとお前がこっちだ。え、俺突っ込むでしょ。俺突っ込むよ。突っ込み。あ、ボケる。揉めて、あれ揉めてんじゃない？え、俺そっち掴みで、あれ大丈夫か？だから俺も掴みじゃんって、俺も掴みじゃん。いやいや、仲良く仲良く。でも今掴みで、いやダメだって。うん。あって。ダメだって。それ。何回ぐらいあるんですか？いやダメだって。おお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 。何これ。後半戦もますます楽しみですね。以上、現場の宇野でした。いやちょっと中継の割には宇野ちゃん絡まないね、俺と。これまさか収録じゃないだろうね、これ。おかしいな。さあ、宇野レポーターの中継の後はいよいよこちら、もう年月はどんどん進んでまいります。続いて2006年にリリースされた曲、トリプル A は2006年、なんと8曲もリリースしておりますね。本当そういうリアクションだよね。8曲です。特に先ほどのレッドイットビートと、これから歌う Q、 これデビュー1周年記念4タイトル連続リリースの一つです。わずか2週間でシングル2枚、ミニアルバム、ライブ DVD をリリースと。11枚目のチューインガムのリリース時には、ありがとうを伝えたいキャンペーンで西島くんと浦田くんが高校を訪問する企画も決行されました。そして12枚目のスマイル?サムライです。サムライハート、大丈夫です、 DVD では編集します。12枚目のサムライハートは白と黒をテーマにした両 A 面シングル、ブラック&ホワイトに収録された一曲。そしてもう一方の曲はウィンターランダーでした。さあ、そんな怒涛の2006年リリース曲から Q、チューインガム、サムライハート、3曲続けてお聴きいただきましょう。おろしたて真っ白いシャツで出てけた帰り道スコールでずぶ濡れてあげた。しかし止まるタクシーわらし、帰ればランチで食ったカルボナーラ夜のメニュー、胸焼けの中見た夢じゃ振られるナイトメア。なんなんだ腕の首、日々の矛盾思うカフェテリア、新米の上で繰り返すミスみたい。 I understand 洗剤水を恐れ、失敗者と恐れ、何やらこれ君超え上場。呼ぶから
しゃ踊るね。
やっと何か素敵なリアクションいただきましたね。今ねメンバーではない名字を感じましたけれども、そうなんですよ、私の名前ローマ字で書いてみてください。やーまあだトリプル A です。
まあ、つっても澤田さんとか高田さんと変わらないんですよね、これね。さあ、苗字にも A が3つ入っている山田でお送りしております。AAA 5th Anniversary Premium Award 中盤戦ですよ、皆さん。まだまだ元気はありますか？いけそうですね。では、この後も、またもメドレーでございます。一気に4曲いきたいと思っております。ゲッチュー、唇からロマンチカ、サンシャイン、レッドソウル、しかもアコースティックアレンジでお楽しみください。まずは13枚目のシングルです。うん、確かにここはもう全員スタンバってるよね。ここはやっちゃいけない。うん、みんながわー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 言うから一人で今興奮しちゃいました。気持ちが良すぎました。いきましょう。13枚目のシングル、ゲッチュー。誰もいらない暗闇みたいに舞う Every day 昨日と何かをうまく変えられたかな。どうだい、あのハートまではイヤレスなんじゃ寂しすぎる。どうしても知りたいことなら、だったら触れればいいじゃない。とびきりな中愛が繋がる。チュチュルチュ熱くなる熱く I just wanna get you want me I want you チュチュルチュ。5月16日リリースの唇からロマンチカをこの3人でお送りします。綺麗な名前のある子
いては2007年7月18日リリース、夏物からレゲエアレンジでゆったりとお送りします、サンシャイン。くれてますね、僕のことを。さあ皆さん、トリプル A いろいろなアレンジで今日は楽しませてくださっております。やっぱりもっと近くで直接お話を伺いましょう。改めてお呼びいたします。大きな拍手でお迎えください、トリプル A。 イエーイ、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 中盤戦が終わりまして、あ、今度はですね、4-3でお願いします。4-3で、はい、4-3になります。4-3で、
あの勝てるフォーメーションでお願いします。勝てる攻めですね。攻撃側で攻めで、早速この距離で皆さんとトークをしてみたいと思っております。はい、はい、まあ、先ほどのね、唇からタランチュラ、じゃあじゃあ雲じゃないですか、死んじゃう死んじゃう、結構結構な毒ありますからね、タランチュラ。そうですよね、はい、なんかやっぱ緊張してこう噛んじゃうんでしょうね、これ間違いんじゃん。噛んだとか噛んでないのものじゃないですか。あ、そうですか、うん、ロマンチカ、ロマンチカ、はい、これ今見てたんですけどね、やっぱりこの3人のダンス、はい、だってこれ、これ用にやっぱりアレンジしていきなり違うもので踊るわけですから、はい、大変だったはずなんですよ、はい、西島さん。もう大変でしたねこれね。各自でどの部分を振り付けようかっていうパート分けをまずしたりとか、はい、そこら辺からこう構成が3人なので、はい、3人からこういろいろやってったの で他にもいろんなこうあのペアとかグループで分かれてたりとかしてるチームもあったので、その各グループごとで分かれたりするから、はい、結構このメンバーの3人のやつは結構後回しになっちゃったんですよ。あれ、揃わずでなかなかってことは、だから時間もなく、そうですね、もう急遽、そうですね、一番ギリギリでやらせていただきました、これは。ってことはもう当然大変ですよね、そのもう覚えの悪いメンバーだとなんとなくギスギスしたりするわけじゃないですか。まあまあ時にはありますよ ねギスギス、ちょもう言っちゃいましょう、誰ですかこのメンバーの中で一番ね、こう言ってる言ってる、ららららら、覚えの悪い、大丈夫かな、覚えが悪い人ですか、うん、僕ですね。かわいいな、お前かい、なんすかそれ。それただの反省会じゃないですかよ。はい、覚えてくださいね、本当覚えます、ちゃんと。そうですよ、はい、西島さん同じ北海道出身なんですからね。そうなんですよね、そうなんです、そうなんですよ、そうなんです、同じ北海道出身で、お母さんも一緒なんですよこれ。兄弟ってこと、お母さんだって同じ女でしょ。一緒一緒一緒、ちょっと好き、お母さん女ってそっから一緒じゃない、一緒ですよ、同じ北海道ですからもうね。そうなんです、今日はね、はい、他にもいろいろ聞きたいことがあるんです。あのレッドソウル、はい、今見てましたけど、はい、ね、うん、あの魚を加える演出はあれ誰が、魚じゃないんで、あの猫じゃないんで、ドラ猫じゃないんで、ドラ猫ではないんで、ボラバラどうしても魚にしたいんですね。どんだけポケたいんですか。バラボラじゃないですね、ボラじゃないですね、そんな骨骨しくないです。すいません、これ昨日から考えてきたネタです。ありがとうございます。どうしても言いたくて今ちょっと、ぜひ聞いてもらおうと思って。すいません、これはどういう演出で、バラは、バラ、おたさん俺ですか。そうですね、あのバラ、まあ、情熱的なレッドソウルなので、うん、熱い感じで、はい、まあ、バラかなと思いまして、じゃあ、まあ、俺たち4人似合っちゃうかなと思いまして。でも俺ずっと加えてますから ね、はい、加えてましたね、はい、これリハ中にこっちだらけになったりとかそういうのなかったね。結局タランチュラに戻るみたいな。トゲはちゃんと取ってで、皆さんも真似するときはトゲは取ってくださいね。そうです、なかなか真似する機会ないと思いますけど、どうしてそういうこと言う。怒ったぞ、かもしれないじゃん、怒らせたらまずいぞ、正論正論、山ちゃん怒った。あー、びっくりした、そうですよ、振るまで勝手に喋んないでください、はい、すいません自粛します。さあ、誰よりもファンを大切に思っている、いきましょう、この2曲です。さあ、準備の方をお願いいたします。はい、お願いします。2曲続けてお聴きいただきます。ミラージュ、ビヨンド、体の彼方。後先をするハイテンション素敵ムードはいつから美白でも届かなかった幻とかにあるのと真ん中へ No pain, no gain, we don't take it in your name It's time to fly! 回れ回れ go 欲望の Merry Go Round 魂さえも身を受けられて Fly, fly, let it fly 回れ回れ go新ヒーロー赤い服の底をかなり感じて Yeah, yeah, yeah 洗いもそれもなるわいい感じがいいんじゃない見つめセリフでくすぐってジョークなじえするでしょ吠えて晴れて惜しみれく命のいつもワクワク正体とけばねバラの正体も No pain, no gain, free 楽しみならこれから Let's get it, wow, wow, wow
天使の羽は背中にぴったり、背中にぴったり、ランランラン、てんてんてん、天使の羽、天使の羽で背筋ピーン、とっても可愛いランドセルがこの飛び火、女の子にぴったりの特別ランドセルだよ。背中にぴったり、ランランラン、てんてんてん、天使の羽。
匂い菌は銀が殺菌。ずっと匂わない。グー匂わない。トリプル A プラス。18枚目のシングルまで聴いていただきました。あっという間でしたね。盛り上がりは最高潮と書いて最高潮です。いいですね。まだまだいけますか。いいですか。いきますよ。さあ続いてはファンの人気ナンバーワンという呼び声も高いミュージック。この曲はゼロとの両 A 面シングルとして発表されました。そして2009年1月にリリースされ、卒業ソングとしても人気となった旅立ちの歌。こちら2曲続けてどうぞ。 Hey This is music。Change your world. 君は夢
たようにちゃんと僕は歩いてきたかな。腕立ち止まって振り返ったらこの場所へと続く足跡。無邪気すぎて夢もいつかの闇でもきっと今日この日の天秤で血のために Oh, oh. Just say so ですね、はい、あの名古屋出身なので名物の手羽先をご用意しました。そういうことなんですね、はい、これはこのまま食べたらもう大丈夫ですか。ちょっと待ってください。やっぱり
名古屋出身ということで、はいはい、食べ方がすごく上手なんです。そうですよ、お教えしますね、はい、まず1個取っていただいて、はい、ここをパキッと、あ、音がしましたね。それで、はい、こちらをパクッと食べていただければ骨だけ綺麗に残りますから。なるほどなるほど、食べてみてください。わかりました、じゃあ1本いただきますよ。これ、うん、わ、これまたすごい量ですね。これもパキッと、はい、パキッと、あ、折れました、折れました、お上手です。わ、これ肉はすごい、いただきます。これいただきます。どうですか。あ、いいですね。あ、綺麗です、綺麗です。美味しいですね、これ、まあ、たくさんありますからね。いや、1本でね、こんなにボリューミーな感じですね。本当にすごく美味しいですよね。あ、ぜひぜひ、どうぞどうぞ。スポーツもしてらっしゃいますし、僕まだ何してるんです。僕まだこの骨の添え方は何してるんですね。美味しいんですよ、まだまだますからね。私の一番の手料理なんです。じゃあ、もっといきましょう。そんだけ食べていただけると嬉しい。どうぞ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 。西島修造です。応援させてください。はい、本日はですね、浦田さんのお宅にお越しいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回の料理、これどんな料理なんでしょう、これは。あ、これですか。はい。ライブを控えてらっしゃるということなんで、あ、はい、あのスタミナをつけていただこうかなと。はい。激辛料理の。あ、辛いんですね、これは。あ、なるほど。なんかもうすごい匂いがしますね。はい。そうなんですよ。はい、うちの旦那もね、日頃からよく食べてる。こちらもカプサイシンたっぷりのお料理になっております。なるほど。これを辛いのは食べるってことですね。ぜひ。辛いの食べると、もし試合前とかに食べるとここで汗が出て。どうぞ召し上がってください。激辛っていうのはやっぱり一番いいと思うんですね。そうですよね。はい。やっぱ辛いのは大事だと思うんですけども。どうぞ召し上がってください。どうぞどうぞどうぞ。あ、まずこちらからですか。一番この匂いが強烈なやつからいただきます。いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。ください。はい。はい。どうぞどうぞ。食べ。おいしい。おいしい。あら、おいしい。あら、おいしい。あら。じゃあ、美佐子も一緒に。そんなに辛いですか。一緒にいただいて。何か間違っちゃったかしら。いやいや。あらららら。どうぞどうぞ。ほら、ちょ、西島さんも遠慮なく。どうぞどうぞ。いい出来でしょ、今日も。いい出来。あれ、あれ、辛い顔してませんか。そんなことない。辛い顔、そんなことない。辛い顔、そんなこと。辛い顔してない。辛い顔してないですか。そんなの。辛い顔してないですか。どうぞどうぞ。西島さんどうぞ。辛い顔してないですか。西島さんどうぞどうぞ。西島さん。どうぞどうぞ、本当にどうぞどうぞ。いただきます。じゃあもう美佐子に一緒にいただき。あ、わかりました。オッケー。じゃあ、いただきます。じゃあ、一緒にいただきます。いただきます。いただきます。ね。そんな西島さん遠慮なさらずに、どうぞどうぞ。美佐子もほら、旦那さん、旦那さん、美佐子も一緒にいただき、旦那さん、美佐子も一緒に、旦那さん、食べていただきなさい。旦那さん、旦那さん、ここにお水とかありますか。なんか間違ったかな。旦那さん、どうも西島修造です。お願いします。今回日高さんのお宅によろしくお願いします。はい、お願いします。はい、今回の主役、キュウリですね、これ。はい。キュウリです、これ、キュウリ。何のキュウリですか、これは。もううちの畑で採れた自慢のキュウリです。ああ、なるほど、なるほど。美味しそうですね、これ。もう自慢のね、キュウリ。食べ方知ってるんですね。うん。これはもう食べ方も、あれですよね、もう。あれ、いろいろありますよね。マヨネーズあるじゃん。マヨネーズ。マヨネーズ。マヨネーズ。つけるんですね。つけるんですね。はい。あ、なるほど、ガブリと一口でね、このキュウリの生の味をですね、これ食べ調べですけども、美味しそうですね。いやもう本当、どんどん食べていただいてですね、どうぞ、あのもうどんどん本当食べてください、食べてください、どうぞ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 、あんなこと言わんと、食べてください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 。修造さん、待って待って待って、食えよ、待って、しじめ、待って、しじめ食えよ、しじめ、マジだ、うわ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 、マジマジ、もうマジ無理だってば、マジ無理だって、マジでマジ無理、うわ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 、お送りしておりますトリプル A フィフスアニバーサリープレミアムアワード、もうあっという間に後半戦になっております。だよね。いや本当にこれもう25曲って今日は決めてしまいましたから、
ね、これ聞いちゃったらもうこれでお別れってことになりますもんね、皆さんともね。いや確かに私も同じ気持ちです。もうずっとここにいたい気持ちは変わりませんので、じゃあまあここで中断して、じゃあまた来週ってことにしますか。来週来れます？来週は来れないの。あ、それなりに忙しいんですね。わかりました、じゃあ皆さん、ここからは一気にラストスパートですよ。まだまだいけますか。いけますね。トリプル、トリプル、トリプル、いきましょう。トリプル A、 5年間の集大成、渾身のパフォーマンス、絶対に見逃さないように、いきますよ。それではどうぞ。さあラストスパート、こっからは今のトリプル A を十分に味わってもらうぜ。体力余すことなく最高に遊んでってくれよ。カバーリーの準備はいいか。
そばへ君が勝ち取ってファイアフェイもう決してためらわないでいつかへのセンサーでしょ真っ白な勇気とかさらって君は何よりも輝いてもう決してためらわないで You gotta go now Let me see you fly思い切って片方とも背中丸めてちゃさないねポケットに落ち込んだ手が毎日を持って余してるもう過去になり始めてたあの日の夢が浮き出す今ならこんな自分を少しは好きになれる
と一発、見当たらねえ、でも言いたかねえ、出し方がねえ、見つけた自分だけの way、 I'm not afraid、 果てだって前へ、不安定な明日掴んで、退屈な街を抜け出したがる指が、夜の扉の鍵を外した孤独に
がとう。あり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 がとう。またね。ありがとう。ありがとう。キュウリ美味しかった。梅の方もありがとうね。キュウリ。ありがとう。美味しくない。ありがとうね。ありがとう。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは今日素敵で最高の司会をやってくれましたこの方をお呼びするんで、みんな大きな拍手を迎えてあげてくださいね。山田久さん。最強の男。山ちゃん。ありがとうございます。最強の男。山ちゃん。最高の男。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、こんなになってるのアリーナっていうのは。あれあれバック。あ、持ってくれてる。いやほら、みんな買いに行く時間ないかなと思って、はい、え、結構買っといたのよ、並んで。そうなんですよ。ありがとう。ほらほら、もうこれで2人の中はすぐこうなるから。そう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 、あとね、A パンダね、うん、西村さんの色出てきちゃったから。あらららら、かわいい。リーダーなんだっけ、リーダー何色？緑が緑でしょ、はい、リーダーの色しか買えなかったんだけど、西村さんにキュウリ。うわー、これグッズじゃないのこれ。あれ、まさかのサプライズ。これ間違えた、これグリーンしかないなと思ってくる。ステージ上でキュウリなんか見たの生まれて初めてですよ。そりゃそうだわ、俺らも初めてだわ。そりゃそうだわ。すいません。あとはね、25曲だったということなので、はい、ここから僕はじゃあ、最後にね、その皆さんと、まあ、このファンがいかに素晴らしいかということを25分喋らせていただきたい。まず最初の、いや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 、出会いから長い今終わった。終わっちゃ、終わった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 、終わりたくないですね。ねえ、確かに終わりたくないでしょ。終わりたくない。ねえ、お家に帰るまでがトリプル A です。はい。僕らお家に帰ってもトリプル A なんですけど、どうする？そうなの？ラッキーだ、7人だねこれ。皆さんいいですか？気をつけて帰ってくださいね。本当に。本当に横で怪我とか事故になったら何にもなりませんから。そうですね。気をつけて。本当に気をつけて帰ってくださいよ。あとね、本当に足元を気をつけて。今急に大雨が降ってきちゃったので。本当にそうなんだ。嘘です。嘘かい。嘘かい。なんで今嘘ついたんですか？みんな信じてましたよ。このタイミングで。すいません。はい、なんでそんな嘘。全くビンビン元気です。快晴です。快晴ですね。本当に気をつけてください。よかった。ありがとうございました。ありがとうございました。山田久さんにもう一度大きな拍手を。山ちゃんいや、ということで今日はフィフスアニバーサリーね、プレミアマワードということで、はい、皆さん楽しんでいただけましたか？皆さんのおかげで本当に5周年迎えることができました。今後とも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。また会おうぜ。ありがとう。ありがとう。ゴミは拾って帰ってね。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組は本日大学日本語史の皆様のご協力でお送りしました。